さらばのこの本誰が書いとんねん。さあ、この番組は世の中の日で変わった内容の本誰が書いとんねんという書籍を集めて深掘りしていこうという番組です。はい、さあ本日はどちらからでしょうか。今回は東京都の港区南青山にあるブッククラブ、はい、という本屋さん。これはなかなかの佇まいです、ね、これはなんす、今のは喫煙所かなんかですか。喫煙所ならまだいいけどな、これ。このビルの人たちが黙って吸うところです。国内外のスピリチュアルな本を1万冊ほど取り揃えているそうです。はあはあ、あれなんだ、あんま人目につかないところでやってるんかな。え、あ、青山でしたっけ。はい、ね、おしゃれなところではある、ね、でもだからおしゃれなところではありつつも、やっぱり置いてる書物がそういうあれやから、あんま見られたくない人たちがそういうわけはい、でこちらは本以外にも香や、アロマ、お清めグッズ、宝石なども充実していて、でイベントとして海外のシャーマンとオンラインでつないでお客さんに、あ、シャーマン、シャーマン、おうおうおう、っていうイベントもやってとオンラインでつないで、はい、あ、それはやっぱだからそんなにやっぱ言ってることはバレたくないちゃんとしたお香やし。ちなみに店主さんなんですが、はい、スピリチュアルには一度もハマったことはないです。なんでや、なんでなんで、どうした、どういうあれや、ハマってないのに本を集めたってこと、はい、それはもう呪われてるよね、もうね。じゃあ、ね、どうなんやろな、それがスピリチュアルなのかもしれない概念すぎる、気づいてないうちにみたいな、ちょっと概念すぎてわからない、うん、はい、今週の本になります、はいはい、あ、まさにそういうもんじゃないですか怖い話で飯を食うと。田中さんやん、おお、あれ以前ね、どうした、お越しいただきましたよ、うん、共著田中さんと、はいはい、あ、都市ボーイズさんじゃないですか、はいはいはい、いやいや、僕ちょこちょこ海外の YouTube で台本あったんか今の都市ボーイズさんじゃないですか。都市ボーイズのメンバーでもある作者が、身の回りで起こった恐怖体験や日々の怪奇な日々を綴ったエッセイになっております。へー、袋はだって怪談系結構好きですから、怪談系見てますからね、 YouTube とか結構見てるからね、そうそう、うん、レジェンド扱いされてありますよ。でも田中さんと共著してる人でしょ、うん、まだ信用はできない。いやいや、どうも都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちゃんとしてそう。ちゃんとしてそう。田中さんよりはコミュニケーション能力ありそう。たたずまいがな、全然違うからな。はい。都市ボーイズというのはどういうユニットなんですか、俺は。僕らテレビの放送作家同士で組んでいるユニット、はい、未だに続けているんですけど、まあ、国内外の、呪物を買い付けに行ったりだとか、怪談を聞きに行ったりだとかっていうのをしているユニットですね。何人ぐらいでやられてるんですか。あ、でも僕ら2人だけでやってます。都市ボーイズという2人で、もう1人も放送作家の、そうです、岸本というものでして、はいはい、まあ、ちょっと好きなものがジャンルが違っていて、僕は呪物とかと変わったお祭りとか風習とかが好き で、はいはい、で彼は、歌舞伎町出身で、歌舞伎町で生まれ育っているので、陰謀論だとか、人が怖い話とか、なんか風俗関係とかが大好きで、ちょっと分かれてるみたいな。この番組にもってつけの、もってこいの2人っていう感じがしますよね。そうですね、はい。どんな番組とかいるんですか。バラエティとかもやっていたんですけど、はいはい、こういうオカルトを扱うようになって、うさんくさいって言われて、心霊系とかしか今できてない。本業に支障をきたして。そんな迫害受けるんですか、放送作家業界も。エンドロールにも載せたくないちょっとなんか名前が売れすぎちゃったよ。だから、え、なんですか、その会議で結構なんか陰謀論とかそういうのを喋ってるとってことですか。はい、全く喋ってなかったんです。こういうことやってるっていうのを知ったのか、急にエンドロールから名前が消 でそれはそのなんか呪いとかじゃなくて、全く例の仕業とかじゃなくて、ご自身の陰謀論、陰謀論ってどっちかっていうと論じゃない、もう陰謀や、陰謀というか、もうどん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 バラエティーから遠ざかり、遠ざかり、今はもう、はい、そうですね。今何系をやられてるんですか。もう心霊のみ、例えば、いろんなところでやって、深夜とか、それこそゴールデンタイムにやってる特番とかもほぼ入ってますね。ああ、そっち系の、こういう系のやつは全部入ってる。はい、なぜ今回その田中さんと共にこれを書こうってなったんですか。活動が被っているものがあり、例えば、呪物を集めているものもそうですし、そうです、あと同じような場所を取材もしてるんです。東南アジアを結構中心に攻めていたりだとか、メディアとかでもご一緒することが多くなり、仲がいいので、じゃあ仲良し2人で書いてみたらっていう流れ。ああ、そうなんや。もともとその知り合った時から呪物お互いが好きやったってことですか。そうですね、お互い集めていた、そのお互い、なんて言うんでしょう、そもそもは呪物集めてて、イベントとか出した時にクレームがやっぱりあって、本当に呪われたらどうすんのとか、
とか、私たちがってことですか、はい、恐ろしいとか、あの人が行くんやったら私らは見に行きませんよって田中さんも言われて、僕も言われていたんですけど、こそこそ集めていて、でそういう悩みを打ち明けていたみたいな、お互い求められてるスペースが少なすぎるすごいな。そうですね。でなんか呪術廻戦が出て、特級呪物って言葉が生まれ、そしたら急になんかあのうちでも見たい、うちでも見たい、興味が湧いていない、みんな漫画のあれかっていう。そうかそうか、はい、じゃあ今世間がちょっと手のひら返したようにう、ね、ちょっと怪談ブームとかやったりしますもんね。あ、そうです、怪談ブームではありますね。この本は何が書いてあるんですか。これは他の本とかでいうと怪談呪物が主役だったりしますけど、はい、これに関しては怖い話で飯を食っている2人が主役なんですよね、うん、インタビュー形式でとか、うん、あとまあ自分でこう思うんですよねっていうのをまあ全部入れていい。例えば呪物でいうとそんな怖くないんだよと思ったっていう自分の意思を伝えたりだとか、はいはいはい、あとこういう1週間のスケジュールでもって動いてますとかそういうのもあったり、そんな詳細まで、そっちなんやな、はいはいはい、僕らの呪物じゃなくて俺らのことを俺らのこと知ってくれっていうやつ、ね、もっと知ってよっていう、なんかやっぱりなんで曰くのもの集めとんねんこいつらみたいなとかって結構やっぱ聞かれるので、まあね、じゃそれに対してのアンサーとして本を出したっていう、でもこれを見れば人となりが分かるとか、そうですね、はい、なんでこんなことしてるかっていう自作自演で密着してるみたいなことで、そうです、そうです。あ、はい、じゃあもうこれ幼い頃からそういうのは興味があったとですか。興味ありましたね。もともとはまあ岡山県の津山市出身なので、だからウエストランドですね。あ、そうです、はい、はい、もうあの土地だ、あの土地だね。そうでも津山といえばあの土地だ、あの土地ですよ、まあ、そういうとこ出身で、しかもなんかその津山があまり知られてないんですけど、カッパを祀ってるんですね。あ、そうなんですね、これ、はい、あら、そうなんですよ、カッパの紛争して数百人で大きい通りを練り歩く、うん、踊っていくっていうのがありまして、それも小さい頃からこれを参加してるのもありますし、伝説があったんですか、津山には。そのカッパ伝説みたいな、いや、まあ、ある川で人がたくさん亡くなってしまって、これはカッパの仕業じゃないかということで祭り始めたっていうのが、はい、はい、弔いみたいな文化ですね。お祭りが好きなんですか。お祭りが好きです。例えば、うん、岡山なんですけど別の地域で言うと、うん、神様がいて、うん、でその神様を追いかけられて捕まると死んでしまうっていう。何それ今もまだ続いてる。今も続いてる。五宝祭っていうんですけど、五宝前進っていう神様がカラスが入って、それで走り回るんですけど、それを邪魔しちゃうと捕まえられるんですよ。捕まえられると3年以内に死ぬって言われる。何それそれがまだ、それがまだあんねや。毎年捕まるやつはいるってことですか。いや、最近はもう恐れられていたりとか、まあ、あんまやっちゃいけないよってモラルを持ってる人がたくさん参加しているのか、最近はないですね。カラスの格好してるやつがおるってことですか。カラス、そうですね、まあ、でもいますね、一人で1週間修行をして、でカラスの格好をして、はい、もうそいつの脚力次第でしょ。ほんで1週間でええねやもんあるしな。それとあのIT 会社の社長やちゃんとしたやつがやってるじゃん。だからもう多分本当刺激がないんやなもうな、そういうのをあらゆるところで調べに行って。そうです、はい、調べに行って。で、まあ一応コンビみたいなユニットを組むんだった。そうですね、はい、はあ、これ今もうめっちゃ多いじゃないですか、このオカルト界。ちょっと群雄割拠というか、うん、そうです ね、かなりいらっしゃいますね。やっぱりビジネスを感じてる人が多いってことなんですか。オカルトをやってる人に対して憧れを持つ人が出てきて、うん、今はいいことでもあるんですけど、うん、ちょっとんっていう人も増えていく。こいつどやねんは、まあ、そらな、なんだこいつ、なんかちょっとただの金の匂いを嗅ぎつけてきたなみたいなやつはもういるってことですか。もういます、ね、そうや、出てくるよな。一番の妖怪ですねそいつがなでもこれ林さんは怪談界でいろいろ賞あるんでしょ。あ、賞、はい、数々受賞されてると、うん、ありますね、はい、うん、どんなのがあるんですか。一応その稲川淳二さんがやられている怪談グランプリと日本一を決める大会で、2017と2019で、すごっ、すごいね、2回受賞。ノンスタイルとかみたいなことしてるM1 のな、どんだけの人が集まるんですか。まず予選があってみたいなことで、ね、あの全くなく。予選ないんですか。はい、あの、うん、5、6人集められてそれで話して全然 M1 の違ったよ、ね、まあ、言ったら俺らとかやったらやっぱ笑いの量とかでこう判断できるわけですよ、はい、行ったかなとか、はい、そうね。林さんとかはどういうあれで手応えはな、手応えは得るんですか、うん、その僕が言うとか言うんですか、ね、今日俺冷え出したで引かした方がいい僕が優勝したなと思ったのは、僕が取材したある霊能者がいてて、その人稲川淳二さんも取材されてたんですよ。ほう、で俺も取材したよって言って前のみになった時に優勝したんですよ全然怖さ関係ないやん。これは言ったなって何やそれ、まあ、結構運も大事やな、その、そうやな。